マリオン・ユージ・ーン・カールはアメリカ合衆国海兵隊のパイロットである。第二次世界大戦の太平洋戦線で18.5機の撃墜数を記録し、戦後はアメリカ海軍の超音速実験機のテストパイロットを務め多くの速度記録を受立した。最終階級は少々オレゴン州ヒューバード近くの農場で生まれた。オレゴン州立大学で工学を学ぶ傍ら、 飛行を学んだ。1939年に海軍に招集され、海兵隊のパイロットとなった。実戦に参加したのは1942年6月4日のミッドウェイ海戦からで1機を撃墜したとされる。その後、ガッタルカナル島で戦い、一度は撃墜されたが16.5機を撃墜した。第二次世界大戦で18.5機を撃墜し、 アメリカ合衆国の7番目の撃墜数を記録した。ガタルカナル島での戦火には、日本軍のエースササイ井厚シ一中尉の撃墜を含む。1945年にテストパイロットの訓練を受け、航空母艦からのジェット機の運用の試験を行い、後に海兵隊最初のジェット機部隊の指揮官となった。海兵隊で最初のヘリコプターの操縦も行った。 1947年に、1000音速実験機 D-558、アイスカイストリークのパイロットの一人に選ばれ、1947年8月26日、時速 1067km の速度記録を樹立したが、10月には、チャックイエーガーの操縦する X-1 によって記録は更新された。1953年には、 ダグラス D-558 から2スカイロケットで8万3000フィートの高度記録を樹立した。ベトナム戦争では海兵隊の航空部門を指揮し、1973年に退役した。1998年6月、国境オレゴン州のローズバーグ近郊の自宅において、強盗目的で侵入した19歳の少年により、ショットガンで射殺された。ありがとうございます。